このペチュニアの挿し穂を挿していきます。一つは何にもなし、一つはベネゼールに30分つけてから挿します。一つはルートンをまぶしてから挿したいと思います。ベネデールだいたい100倍ぐらいに薄めて30分挿し穂をつけたいと思います。1リットルの水にキャップ1杯ぐらいがちょうどいい希釈だそうです。まずベネデールをキャップ半分、そこに 500ml の水を入れます。これで30分置きます。木梨が一番上は綺麗。一個、二個ダメになってるかな。ベネデールも1、2、3本枯れたかな。刺し目してから28日経ちました。予想に反して、そのまま挿し木したやつとメネデールのが結構伸びて成長してつぼみがついてます。ルートンの方はこれぐらい、だいぶ差があります。根っこがどれぐらいになってるかを見ながら3号ポットに植え替えていきたいと思います。まずメネデールをした方は、これ全然ない。どうやって生きてたん？結構発根してます。
メネデールで処理した刺し目は、一番小さいのでこれぐらい、一番大きいので上と比例してるかな。上の花芽が結構ついてて、根っこも15センチぐらい伸びてます。このままでは長すぎるので、もっとちゃんと根付くようにしっかりした株にするように上の方をカットしたいと思います。次は何もせずに刺し目した方、結構根付いてます。何もせずに刺し目した方は1個だけちょっと全く出てないものがあって、その他発根してるのが8株、どれも結構均等に発根してます。これももう一度この辺でカットしたいと思います。ルートン、こんな感じ。もうこれとこれはダメですね。ルートンのもこんな感じで、よく発根してることは発根してます。今回のはルートンはこう上が間延びしてるのは一つもないので、これ少しだけ上をカットしたいと思います。花芽がついてきてるので、これを1個カットしたいと思います。でね、花芽ルートンの刺し目したやつはお花が結構咲いてきてます。ナシの方も結構しっかり根付いた感じです。メネデールの方も 花芽はまだだけどいい感じで根付いてます。すごい花が咲いてきたので、もうそろそろ植え替えないとです。
これはルートンで挿し目した苗です。だいぶ伸びてしまったのでちょっと剪定してから植えます。メネデールでした刺し目です。メネデールのもしっかり根が張ってます。何もつけずに刺し目した方です。黄色くなった葉っぱは取って、こっちもしっかり根付いてます。この端の1個だけがちょっと枯れてきました。一番端っこのだけ枯れてしまったので抜いてしまいます。あとのは元気に咲いてくれてます。